どうもこんにちは、花龍馬さん。花龍馬さんが帰った後、このね、対談をさせてもらった部屋をこう眺めているんですけども、なんか名残惜しいですね、なんか妙に、話し尽くしたと思ったんですけども、やっぱりこうやって会ってみると全然会話がお互い途切れなかったですね。そして私もね、若者に学ぶっていう経験が今でもできているのは本当にありがたいことだと思います。そしてお土産いただきましたんで、今日はねお土産を紹介していきたいと思います。うわ、むちゃくちゃある。いや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 、はい、岡山といえば桃ですよね。あ、パイタンケーキ、白い桃のケーキでございます。それから忘れちゃいけないきびだんご、私も大好きですよ、きびだんご。いただきます。実はね、私ね、岡山のね対馬笹風ってところに5年ほど住んでいたんですよね。まあ大学に行ってたわけなんですけども、なんかその頃もね、岡山にすごく愛着を持っていたんですけども、今改めてこうやってね振り返ってみると、いや岡山っていいとこだったなと思いますよね。きびだんご、村すずめということでございますね。懐かしいな。今日ね、私がね大学の時にずっと音楽をやってたんですよ。ライブハウスね、ペパーランドってところがあるんですけども、そこでの思い出がちょっとあったんですけどもね、そこのまあ稽古ママっていうオーナーさんが当時ね美しかったわけなんですけども、まあ、今でもねご健在でいらっしゃるってことをちょっと聞いて、なんかほろっときたかなというところですね。なんかいいですね、こうやって昔話に花が咲くっていうのも。いやね、こんなねペパーランドの話とか今できると思わなかったですね。非常に嬉しいなと思いますし、それからライブハウスクリ、福山のねクリっていうキーワードを久々に口から出ましたよ。嬉しいじゃないですか。なんかこう重なる思い出もあったり、それから重なる人生があったり、まあ年代やね、なんか思いを超えて通じるものがあるなぁと、いろいろと感じましたね。今日はすごいいい時間を過ごさせてもらいました。なんとね、2時から始まって、4時過ぎまでびったし2時間少々、いやもっとかもしれないですね。なんかライブ放送も多くの方がいらっしゃってて、コメントたくさんいただけたんですけども、ちょっと全然ね追い切れなかったんで、これからコメント返ししようかと思います。そしてね、花龍馬さん動画をご覧いただきましてありがとうございました。今帰りの車の中だと思います。ご安全にお過ごしください。そして帰りましたらね、今度神童花龍馬シリーズ番外編の、まあ、返信、こちらの方もお待ちしておりますんで、本当に今日はお疲れ様でございました。非常にね勉強になりました。ありがとうございます。それではこれからもよろしくお願いします。